こんにちは。今日の試合は楽しみなゲームとなりました。どちらも負けられない中での重要な一戦、実況は私西岡と、お隣解説席には堀池匠さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。競り合いになりました。振り抜いた、素晴らしい反応を見せました。コーナーです。クリア、さすがはといったディフェンスです。危険な位置です。緊張感が増してきます。合わせてくるか。いいところにクロスが入りましたが、ちょっと読まれていましたね。サンターナ、ジョルー、ソン、デミルタス、エドアルド、シュート、強烈、強烈なシュートは驚きのミラクルセーブ。エドアルドがっかり。このクリアは大きいですね。危険な場面でしたからね。ここで打つ、ディフェンダーが間に入った。これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。出足が鋭い、カットします。狙っていった、入った。大事な時間と言われる立ち上がりの15分、うまく試合に入ることができませんでした。エドワルドのポジショニングが光る。いい形でゴール前まで持ってきました。さあどうだ、サンターナ、ここでシュート。このボールはどちらが取るか。フィールドの中盤でボールを奪いました。パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。ジョルー、カルスカ、このボールは重要です。ボールへの寄せが非常に速い。存在です、エドワルド。さあスタジアムのテンションが上がります。ここは2人で回します。
ルスカ。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。ボールがよく転がっています。シュートだ。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。激しくぶつかっています。ラモスダシルバ、アドバンテージを取ったようですね。非常に美しいパス回しです。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。あっと、これで決まるか。キーパー今度はしっかりと抑えました。シュートに行けるか。危険な場面を脱しました。ディフェンスがクリアです。決定的。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半が終了。さあ後半キックオフです。シュートでしたが、これにうまく対応しました。うわ、いけちゃうんだ。ここはキーパーが処理。これは問題ないですね。ファールです。このプレーはどうでしょう。サンタン、危険な位置です。緊張感が増してきます。さあどうだ。エドアルド、クリアしました。バタついたラインを整えたい。アルベルト・サンターナ、シュート。ボールのコースが変わる。クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。ボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。危ない場面でした。
ピンチでしたがクリアしてひとまず混乱を収めます。ここは押し出します。これはレフリーコースを塞いでしまった。ボールをキープできるか、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。キーパー素晴らしい飛び出し、ナイスセーブ。ラモスダシルバ、欠かせない存在です。エドアルド、組み立てられません。跳ね返ってボールが外に出ました。打ってきた、ゴール。ボールを取られましたがすぐに奪い返しました。ボールへの寄せが非常に速い。攻守の切り替えが大事です。エドアルド、まだボールは生きています。奪った、一転してチャンスだ。入るか、キーパーボールをしっかりキャッチ。フィールドの中盤でボールを奪いました。かわした、さあどうする。このボールは重要です。ゴールキックです。選手の交代で逃げ切りを図りに来ました。はい、確かにそういう時間帯ですね。エドアルド、勝負はまだまだ分かりません。ナイスインターセプト、ここは攻撃を抑えました。どうだ、蹴り出しました。これは危ない場面でした。選手が一人倒れていますね。肉離れでも起こしたのでしょうか。これはいけないですよ。ラモスダシルバ、ここでシュート、素早く詰めたい。選手に当たってボールが外に出ました。いいボールを供給したい。与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。頭でシュート、キーパーきっちりとボールをキャッチ。エドアルドのポジショニングが光る。これが最後の攻撃となるかもしれません。残り時間はほとんどありません。試合が終了しました。